ジョージペリー・フロイド・ジュニアは、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスで逮捕される、最中に警官に死亡させられた、アフリカ系アメリカ人である。彼の死に反応して、彼の死そのものや、黒人へのこれまでの警官の暴力的対応への、抗議デモが、全米や諸外国で急速に拡大した。テキサス州ヒューストンに生まれ、高校や大学では、 アメリカンフットボールやバスケットボールの選手だった。彼は、いわゆるブルーカラーの労働者であり、またヒップホップアーティストとしても活動していた。また地元の宗教コミュニティでも、指導的立場にいた。1997年から2005年までの間、彼は8つの罪を犯して、有罪となっている。2009年に、2007年に犯した、武装強盗の罪について、 当面取引に応じ、4年間、刑務所で服役した。2014年に、ミネアポリスに引っ越し、トラックのドライバーと警備員の仕事に就いた。2020年、コロナウイルスの世界的流行の影響で、警備の仕事を失った。2020年5月25日、タバコを買う際に偽札を使用したという疑いで、逮捕される最中に死亡した。ジョージペリー・フロイド・ジュニアは、 ノースカロライナ州ファイエットビルでジョージ・ペリーとラーセニア・シシー・ジョーンズ・フロイドとの間に生まれヒューストンの第3区にあるキューニーハウスと呼ばれる公営住宅で育ったがそこは歴史的に黒人の多い地区であり街の中で最も貧困な地域でありブリックスという名称で知られていた彼には6人の兄弟がいたフロイドの両親は離婚し彼が2歳の時に 彼の母親は子供たちを連れて赤レンガのキュニーホームズ公営住宅へ引っ越した。この町の第3区では多くの家庭が貧困、ドラッグ、ギャング、暴力の危険に日常的にさらされていた。フロイドは子供の頃はペリーと呼ばれたが、また中学の頃すでに6フィートを超えていた身長の高さからビッグ、フロイドとも呼ばれ、 スポーツを彼の生活を向上させるための希望だと感じていた。イエーツ高校で彼はバスケットボールチームではパワーフォワードとしてアメリカンフットボールのチームではタイトエンドとして活躍し、1992年に同校のチームをテキサス州のチャンピオンシップへ導くことに貢献した。9年生の時に彼は同校のフットボール公式チームを創出し、 また10年生の時にはバスケットボールチームの共同キャプテンを務めた。1993年に彼は高校を卒業した。ジョージ・フロイドは兄弟の中で初めての大学進学者であり、南フロリダコミュニティカレッジにアメフトの奨学金で2年間通い、バスケットボールチームでもプレーした。彼のスカウトであるジョージ・ウォーカーは彼はスタメンで1試合に12から14得点を 獲得し、また7個や8個のリバウンドを取っていたと語っている。彼は1995年にテキサス A&M 大学キングスビル校に編入し、そこでもバスケットボールをプレイしていたが後に退学した。友人や家族は彼のことをペリーと呼んでしたい、ジェントルジャイアントと敬用した。彼は身長6フィート4インチで体重は223ポンドあった。 フロイドは1995年にテキサス州キングスビルからヒューストンへ帰り車の改造の仕事に就いた。またクラブチームでバスケットボールをプレーした。1994年の初めにはスクリュードアップクリックというヒップホップグループ内でビッグフロイドのネームでラッパーとして活動を始めた。ニューヨークタイムズの記者は彼の低音ボイスが織りなす音を チョッピンブレードからオーバーサイズの外輪を持つ車を運転することをスローモーションで再生しているかのような強い意志を持ちっていて、また第三区の誇りだと書いた。1997年から2005年までの間、フロイドはドラッグの不法所持や窃盗、不法侵入などを含む罪状で8回逮捕され、その結果6ヶ月、10ヶ月10日。 15日30ヶ月の間続けて刑務所に収監された。2009年に彼は2007年に犯した殺傷能力の高い武器を使用した武装強盗の罪に関して当弁取引に応じ懲役4年を言い渡された。彼は約4年にわたる大ボール刑務所での服役の後に2013年1月に仮釈放された。釈放後彼は リザレクション・ヒューストンというキリスト教系、宗教団体により深く関わるようになり、若者たちを指導した。また母親のシーが心臓発作で倒れた際には、運動やリハビリの手助けをした。それから、ラッパーのトレーザ・トゥルースが立ち上げた、エンジェル・バイ・ネイチャー基金が行うプロジェクトにも参加し、食事を運んだり様々な支援をした。後に彼は、第三区から、 ミネソタ州へ人を送り、ドラッグからの構成や就職支援サービスを行う、協会団体のプログラムに関わるようになった。2014年に、フロイドは仕事を探すためミネアポリスのセントルイスパークへ引っ越し、トラックの運転手と警備員の職を得た。2017年には、反銃、反暴力のプロモーションビデオを作成した。2017年から2018年にかけては、 救世軍というキリスト教系事全団体のハーバーライトセンターの警備員をした。2020年、彼はバーやレストランでの警備員の仕事をコロナウイルスの世界的流行の影響で失った。4月には彼自身コロナウイルスの陽性と診断され、数週間後に回復した。フロイドにはヒューストンに住む6歳と22歳の娘を含む5人の子供と テキサス州ブライアンに住む一人の成人した息子がいた。前妻は彼の末娘と一緒にヒューストンに住んでいた。また彼には二人の孫もいた。フロイドの葬儀の費用をまかない彼の家族を支援するために立ち上げられたゴーファンドムのアカウントは個人の募金数で同サイトの記録を破り一番となった。2020年5月25日、フロイドはミネアポリス近郊。 パウダーホーンパークにあるスーパーで20ドルの偽札を使用しようとした疑いで逮捕された。店員によると、紙幣は明らかに偽物であったが、フロイドは尋ねられた際に購入したタバコを返却することを拒んだ。フロイドは白人警官のデレックショー・オービンが逮捕の際に彼の首を8分46秒の間膝で押さえつけた後に死亡した。フロイドは手には手錠をかけられ、 他の二人の警官がさらに、フロイドの動きを拘束する中、顔を地面に向けた状態でうつ伏せになって、押さえつけられていた。また四人目の警官は、周囲の人々が止めに入ろうとするのを制止していた。最後の三分間、フロイドはすでに動かなくなっており脈もなかったが、それにもかかわらず警官らは彼を蘇生しようとしなかった。ショービンは、救急隊員が到着して、 彼を治療しようとするときでさえ彼の首を押さえ続けた。検視の結果、フロイドの死は体の拘束によって引き起こされた心停止による殺人と判定された。毒物学者によって彼の体内からはいくつもの抗生死物質が検出され、また観察医はフェンタニル中毒あるいは直前に使用されたメタンフェータミンが直接的原因ではないにせよ、彼の死に 重大な影響を与えたと記した。フロイドの家族によって依頼されマイケル・バーデンによって行われた二度目の検視では様々な細胞や液体サンプルの使用が許可されないまま首への圧迫が脳への血流を妨げ背中の圧迫が呼吸を制限したことが彼の死の原因である力学的窒息であることは証拠と一致すると結論付けられた。フロイドの死後 黒人の被疑者に対する警官の過剰な暴力の使用や警官の責任感の欠如に対して国内外で大規模な抗議デモが行われた。抗議デモは彼の死の翌日にミネアポリスで始まりアメリカの50のすべての州や諸外国を含む計400以上の都市でのデモに発展した。彼の死を痛み世界中で様々な追悼式が催された。 2020年6月4日にはミネアポリスでのフロイドの追悼式でアル・シャープトンが弔辞を述べた。ノースカロライナ州では6月6日にパブリックビューイングやプライベートでの追悼式が行われ、ヒューストンでは6月8日と9日に追悼式が開かれた。フロイドはテキサス州ピアーランドで母親の隣に葬られた。フロイドの名でカレッジや 総合大学では様々な奨学金が発足し、ノールセントラル大学、アラバマ州立大学、オークウッド大学、ミズーリ州立大学、サウスイースト、ミズーリ州立大学、オハイオ大学、バッファロー州立大学、カッパーマウンテンカレッジなどがその一例である。ストリートアーティストたちは世界中でフロイドを称える壁画を描いた。ミネアポリスではフロイドは 英霊として、ヒューストンでは、天使として、またナポリでは血を流す聖人として描かれた。フェスティバル・オブ・ザ・ピープル及びビジット・ウェスト・ベルファストという団体の依頼により、イギリスの北アイルランドの主婦であるベルファストにある、インターナショナル・ウォールに描かれた壁画では、ショービンがフロイドの首に膝を落としている中、他の三人の警官がそれに背を向け、見ざる、聞かざる、言わざるの三円を模して、 それぞれ目、耳、口を手で覆う姿が、フロイドの大きな肖像画と共に描かれている。6月6日までに、壁画は、マンチェスター、ダラス、マイアミ、イドリブ、ロサンゼルス、ナイロビ、オークランド、ストロンビークブベール、ベルリン、ペンサコーラ、ラメサを含む多くの都市で作られた。アメリカ合衆国会員のシェラ・ジャクソンリーにより、ジョージ・フロイドロー。 エンフォースメントトラストアンドインテグリティアクトという法案が提出された。これは警官による蛮行を減らし、国の警察活動の基準や責任の認定を確立することを目的としている。商品がフロイドの首に膝を押さえつけた時間の長さである8分46秒は、フロイドに敬意を示す沈黙の時間として記念的象徴となっている。 フロイドを6月13日のカバーストーリーにしたエーコノミスト氏は彼が残していったのは社会制度の改革が行われるという豊かな保障だと述べている。2021年3月13日までにジョージ・フロイドの遺産財団が設立された。ミネアポリス市議会は同日までに和解金2700万ドルを遺産財団に対し支払う案を全会一致で承認した。 ありがとうございます。